はい、皆さんこんにちは。今日はね、草刈り機械がね壊れたところ見せます。ここのほらワイヤーね、この長さワイヤー入ってないけど、こうね、これがさ、これがだよ、これ今もうここしょうがないから針金で止めたけど、見えっかな、ここの痩せ具合、ここの痩せた具合、ここの縦のさ、ここ見えねえな。こいつがこっちに、これがね、このワイヤーが何が言いたいかっていうと、これがグイグイってこっちが来て、ここが痩せて、最終的にこのバンドが取れて、こういつが抜けてったっていうこと。だからその後にこう針金で止めてたんだけど、結局ほら、ここのブラケット全部交換しなきゃいけないんだ。まあ部品があればの話だけどね、このビーバーの古い機械さ、まあいずれこの状態でも、まあこれがこういう風になってるのね。これがこっちにグイグイってこういかねければ、こっち側さね、あの大丈夫だってことなんだけど、うん、これがね今できる精一杯のこと、もしこいつがパーって取れてさ、抜けてったってことだけど、だから結局はこっちとか全部が ここまでだね。この部品があればこっから、だからここのネジを、ここのネジ2つ外して、あとここを外して、あとこれがこのプーリーみたいなの、このプーリーみたいなの外して、ああだな、そうそうそう、ここで、そんなに、まあ後で聞いてみるしかないな、直せるね、部品があればだよ。うん、今日は短いけどこれで終わりです。結局外しても意味がねえからね、外して直しようがないな、ということです。どうもご視聴ありがとうございました。